はい、ウェケツのまちでございます。はい、どうも、けんさんでございます。さあ、というわけで、はい、前回の動画ではね、はい、心霊写真が撮れてしまったという題名で動画出しましたけども、はい、まあ、撮れないですよ。なかなか撮れないですよ。というわけでですね、はい、今回はですね、はい、逆に心霊写真撮れるのかということで、撮ってみたよっていう動画だったんですよ。実はそうだったんです。はい、今回はですね、それを解説していこうかなと思いますんで、はい、うん、そちらをね、見ていただこうと思います。はい、ではどうぞ。どうぞ。最初の写真はこういう感じでしたが、はい、これ実は、裏はただ腕を曲げてるだけでございました。やってます。結構ね、だからこう考えると、うん、いろんな、こう、なんだろうね、出回ってるやつ、うん、出回ってるやつのほとんどがこういう風にね、実は撮ってる、実は、うん、こういう風に運よく撮れてしまったものとかがあったんじゃないかなみたいな。そうですね、はい、はい、はい、続いての写真の撮り方ですが、シャッターが切られる瞬間に合わせてケンさんはこの左手だけを動かすという、はい、ことをやっておりました。はい、はい、こうすることでね、あの透明な、うん、そして手が浮き出るように見えるという、うん、いろんな写真撮れましたね。そうですね、正しく、はい、こんな感じで撮ってました。はい、はい、というわけで次の写真は、はい、ケンさんの背後に白い顔が写っていると思うのでしたが、はい、今は映ってないですか。はい、今は映ってないです。これをこうね、 CD のケースがあるんですけど、はい、この後ろに、うん、斜め後ろにね、こういう風に、はい、仮面を置いておきましてですね、はい、こう反射させて、はい、それを入れ込んで撮ると、はい、こんな感じに撮れるというものでございました。はい、では最後の写真の撮り方ですが、この状態でもね、首がないように見えますが、実はただ追っかかって首を曲げているだけというものでした。首辛い。はい、というわけで、はい、見てきました。うん、こんな感じに撮ってたんですね。実は裏側はね、はい、結構大変でしたけど、実はね、うん、大変でした。あの首のやつとかはね、あの首痛いみたいな、あの俺体硬いんですけど、首超痛い。そうですね。はい、というわけで、ね、あの意外には意外に、うん、こういう風に撮れるのもあるよっていう、そうですね、まあ一つのね、うん、動画でございましたけども、うん、まあね、そんな中にも、うん、もしかしたら一つは何か本物が混じっていることもあるかもしれないですね。そうですね、はい、はい、今後そういうのも出てきたらね、はい、報告しようかなと思います。はい、素直に報告します。はい、といったところで、どうもお待ちでございました。はい、どうもケンさんでございました。首はある。動画見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。お願いします。ホームページとツイッターもやっております。ゲーム実況もやってますので見ていただけたら嬉しいです。